いやね、これね、本当に言ってたこぼれ玉をしっかり拾ってっていうところができた場面でしたよね。よくしょくやりましたね、ここは。そうですね、粘りましたね、はい。メンバー交代直後、川島を下げて長澤というその刺激も実ったか。しかし驚きましたね、田中がしかし下がって前目の位置。横山1対1同点。さあこれで状況はイーブンというよりちょっと日本優勢。横山来い またしてもピッチをして、何人抜きましたか今。これはすごいですね。マラドーナのびっくりの5人抜き。いやもう、そして何よりかにより日本逆転。冷静です横山。ちょっともうこれは解説の必要がない。